bon vivant. お母さん。お母さんも色黒なんだな。というわけで、どうも皆さんこんにちは、レイウです。今日から、ビッパ生活していきます。何をするかというと、ビッパだけで殿堂入りします。いや、友達にね、ビッパ可愛いよねって言ったら、ムックルの方が可愛いっていう人がもう大多数だったんだよね。俺はムックルよりビッパの方が可愛い。確かに進化したら分からん、ちょっとね。でもビッパが一番可愛いでしょ、ムックルより。一番の意味違うね、使い方違うけど、ビッパの方が可愛いから、もうビッパ、まあ、ちょっとね、ビーダルも使わせて、せめて。ちょっとさすがにきついから、ビッパとビーダルだけで俺は殿堂入りします。何日かかるんだろう。ということでね、まあ、ストーリーはもう飛ばしでやっていきます。ストーリーはね、みんな、あ、え、ビッパ。それでね、主人公の名前をビッパにして、ちょっと色も黒くね、ビッパにして、ライバルの名前ムックルにしちゃった。うん、もう、うん、そういうそういうことっす。間違えた、ライバルに行くんだね。ストーリーはおのおの楽しんで、どうせ買ってるじゃんみんな。来たムックル、ドン。ムックルにしては威勢がいいな、お前。ビッパの方が絶対強いから。なんだってんだよ。まあ、この辺は飛ばしていこう。左上の名前がムックルになってんのおもろいな。最高だわ。忘れ物、やっぱね、こういうところですよ。ムックル頭が悪い。そんなね、ムックルを卑下するつもりはないんだけど、でビッパが最高にして、最強にして、頂点にして、頂上。あら、ビッパくん。ムックルのママ。絶対ムクバードじゃん。この傘絶対ムクバードじゃん。ということでね、手持ちをもう最初の草むらからもう全部ムックルに揃えたいんだよね。やべ、間違えた。ムックルじゃない、ビッパ。ビッパに揃えたいんだよ。だからちょっともうサクサク進んでいきます。で、まあ、動画にするところは正直もうストーリー正直どうでもいいんで、まあ、本当に要所要所大事なところだけかな。事務戦とかそういうところだけにしようかなって思ってるんだよね。じゃないともう相当長くなるし、どうせねレベル上げ大変だから。もう分かりきったことだけど、レベル上げ大変だから、もうレベル上げのところとかね、もう全カットで、まあ、なんか銀河団の幹部とかね、赤城とか倒すところだけやっていこうかなと思います。投げ出さなければ。絶対投げ出さない、投げ出さない、もう誓おう。うん、神に誓う、いやビッパに誓う。俺はビッパもしくはビーダルと共に殿堂入りをすることを誓います。はい、ということで、ストーリーはもうながらでやっていきます。とりあえずね、最初の方は最初のビッパ捕まえるところまでのまではねやっていこうかな。すみません、ちょっと撮ります。光マジ可愛いよな、将来のお嫁さんなんでね、ビッパの。ビッパのお嫁さんなんで。なんだよ、草むらに入ってから大丈夫、平気平気。ここで出てくんのどっちだっけ、あれあれ、最初に出てくんのどっち、ビッパムックル、ムックルだー、くっそ。ここから主人公の座奪われてんのか。ビッパ頑張れよ。あ、てか どうしよう、どれにしよう。まあ正直もう即ボックスに送るからどうでもいいんだけど、まあ可愛いか、ポッチャマにすっか。俺ポッチャマの泣きまねめっちゃうまいよ、ちなみに。まずポッチャマ出して泣き、ビッパみたい。いいね、たたずまいがビッパ。いや、この泣き声よくないね。パチャチャチャパチャピ。はい、ポッチャマこれね、俺のポッチャマの泣き声ね。パチャ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 、めっちゃ似てるわ。めちゃくちゃ怒られそう、見た人にめちゃくちゃ怒られそう。はいはいはい、
鳴き声とかね、尻尾振らないと最初は、まあ、尻尾振らないよ、丸くならないと。え、急所ナイス。このピカチュウじゃないポッチャマ、あれだね、自覚があるね。残念ながらレベル5、レベル6のままあのボックスに送られることになるんですけど、光が登場。ええ、もしかしてあなたたちポケモン使っちゃった？どうしよう。だ大統領に。なんだあいつ、ムック。マジやばい、ムックルっていう名前見るたび笑っちゃうんだけど、まずいな。まずいまずい。さあここで最初の戦闘が終わって家に帰ろうってとこかな。ここ可愛いよな、ライバル。もうちょっと一緒にいたいっつうか、まあ、なんつうかみたいな。いいよね。ヤクシバンドロー、いた。あ、さっきの人だ。俺たちのこと睨んでいないか。てんてんてん、光から聞いたが、ポケモンを使ったそうだな。渋いね、声、七日窓さん。思ったより渋かったな。そろそろ定年ぐらいの声だったね。見せたまえ。ふむ、ポッチャマになえとるか。ふむう。ふむうが口癖なんだね。七かまど。そうか、そういうことか。光、研究所に戻るぞ。あ、はい、博士待ってください。あとで研究所に来た方がいいかな。じゃあまたね。いや、いいな、光かわいいね。光とさ、戦えないの？俺なんかちょっと、にわかだからさ、結構。もう、幼子ながらやった記憶しかないからさ、ダイパとか。あれなんだけど、クローバー飾ってんの家に。お母さん黒いな。もう確実に遺伝じゃん、こんな。怖いわさ。んなことねえや、お前任せろ俺に。お前、あ、来た。リッパーがランニングシューズ履く。多分ね、こっからね、主人公4足歩行になります。うん、さすがにね。いや、これ、お、二足歩行だ。帽子はまだか。まだもらえないのか。オッケー、とりあえず隣まで行くか。はい、はいはいはい。もうここら辺はね、スッスッスッと進んでいきますよ。あ、ラッキー。誰と思わなかった。マサゴタン、うわ、いいよね、マサゴタン。ちょっと、光？ちょっとどこ見てる？俺見てる？それ。ねえ、光？なんか奥の人に話しかけてない？大丈夫？ああ、よかったよかった、俺だった。全然俺見てなかったね今。ダーン。やっぱ S 早いな、ムックル。スピードは勝てねえわ、ビッパじゃ。まあしゃあないしゃあない、スピードで勝負してないんだよね俺。てかそう、まあ、今後のことを話すと、ビッパがノーマルタイプで、ビーダルがノーマル水かな多分。やべ、にわかバレた。ビッパにわかバレた。多分そうなんだけど、そうなってくるときつい属性がまあたくさんあって、なんだろうな、例えばまあ格闘だよね。ビッパじゃなくてビーダル何匹かね、ビーダルにするとしても、それでもやっぱりニックネーム、ああそっか、ポッチャマのニックネームか。ポッチャマのニックネーム別にいいな、何でもいいな。オッケー。水タイプだからね。水指でのことはさっきムックルから聞いた。始めたのにうまくポケモンと戦えたと。で、ここでポケモン図鑑もらってって感じだよね。で、そう、さっきの話戻ると、格闘とか、あと、なんだろうな、電気？草？あれ？待って、ポッチャマ選んじゃダメじゃない？俺。あれ？あれ？ポッチャマ選んじゃダメじゃない？待って。え、ライバルナイトル取ったよね。終わったー。間違えたー。絶対に、なんだ、ナイトル選ぶべきだったのか。うわ、しくった。まあいいや。まあいいや。ライバルじゃないし、多分一番きついの。トバリシティのジムとかだよね、多分。とあと8バッチ目か、なんだ、なぎさタウンとかが多分きついと思うから、そこの対策でしっかりやっていければいいかなって感じなんだけど、どうしようかな。
だって格闘倒すには飛行なんだやばい、ちょっとタイパイ書評見よ、タイパイ書評、あ来た、これ来たんじゃない、ビッパー来た、ビッパー獲得生活じゃ生活じゃない、あ違うわ、まだポケセンね、はいポケモンセンター、これポケモンセンターの形状も変わってないよね多分、いやいいよな、なんかリメイクっていいよな、いい文化だと思う正直、なんかこうなんていうの、今のさちっちゃい子たちも、ま、俺らがそのダイパーやってた時期とかだよね、もっと上の人とかだと、ま、赤青とか、赤じゃない赤緑、もう俺エメラルドから入ったんだけど、ま、なんかそういうのさ子供の頃にやるじゃんやっぱり、そういう年齢の子たちももちろんダイパーってさできるじゃん、全然できるし、なんだっけ、このこういうねおじさんになった、俺みたいなおじさんになった人も昔やったゲームをリメイクってことでさ買うじゃんやっぱ、ってなるとさやっぱねそりゃ人気になるよねっていうところある、しかもリメイクで昔懐かしいって感じだし本当にいいよねって感じ、あやべ待ってた、ごめん光、お母さんね、お母さん会ってくるわ、いやすげえね、いいなって、いいなって思います浅いけどいいなって、よいしょ、かわして、さあさあさあ、あの回復縛りとかもないから俺もうガンガン使っていくからね、元気のかけらとか回復ね、傷薬とか毒消しとか俺めちゃめちゃ使うから、もうもうそういうのに頼ってないとやってらんないよね、もうだからあれよ、もうなんかスピードスターとかさなんかあるじゃん、なんか欲アタールとか、もうああいうのも全部使って、とりあえずムックル、あーここお母さんのいいとこ、いいシーン、ママが行きたいくらいなんてね、うんビッパママ大丈夫だから思いっきり旅を楽しんで、あなたがいろんなことに出会っていろいろ感じることがママのハッピーになるんだから、いやマジでいいこと言うこれ、でも時々は帰ってきてよ、あなたがどんなポケモン捕まえたかママも知りたし、ごめんお母さん、そこに関してはもう何とは言わない、謝っとく、ごめん、ボケノート、あムックルのお母さん来た、はいはいはい、タウンマップだっけなこれ、確かそんな感じだったよね、お届け物、よしそれではヒカリンのところ行ってって感じですかね、行ってきます、帽子ね、ありがとう、いやママのためにも頑張ろう、ここは、あお母さん思ったより早いな再会が、ごめんね、うんやっぱりビッパーその帽子がよく似合うね、じゃあ行ってらっしゃい、行ってきまーす、よーし着いた、そうだビッパ君にポケモンの使い前方のことを教えてなかったね、よっしゃこれ実践はビッパですよね、ヒカリさんビッパですよね、ヒカリさん来たー来たー、やべメガネ落ちた、よいしょヒコザルだ、かわいいな、ひっかくかわいそう、お前ひっかくなビッパ、お前やったな、あお前やったな、はいヒカリも俺の敵です、将来のお嫁さんといえど、かわいい泣き声がフリーフリー、かわいいね、うん体力が減ったね、これならモンスターボールで、こいつポケモン初心者じゃね絶対もう一発殴った方がいい、あまさか急所ケア20めっちゃ持ってるえこんないっぱい持ってたっけ、20めっちゃ持ってるモンスターボール、こいつもしかして急所に当たったらビッパ倒しちゃうからって、お前はい獲得、お前もしかして君もビッパー愛好家の仲間にならないか、光さあどうすごいでしょ、本当はねもっと体力を減らした方がいいんだけどね、おやっぱ分かってるじゃん、ポイントはとにかくポケモンの体力を減らすことだよ、元気なポケモンをつかめるのは難しいから、あとは、状態以上にするともっと捕まえやすいよと、オッケー、あれちなみに俺御三家の中で選ぶとしたらナエトルだからね、確実にナイトル、さあということでビッパ捕まえば、クソロケお前じゃないんだよ、お前じゃなくてビッパをよこせよ、もうこれ逃げるか、いらねえしな、よし
逃げろ逃げろ。さあ初ビッパご対面まであと数秒といったところか。全然出ない。ビッパよし、ビッパビッキーちゃん、記念すべき第一号。前歯は可愛い、前歯が可愛いよビッパ。きたレベル3きた。いいね、優秀だね。初ビッパはオスでした。ビッパの鳴き声の攻撃、いいねいいね。俺ダイヤモンドパールやったんだけど、でちなみにね昔はねポッチャマ選んだ、昔はポッチャマ選んだんだけど、なんかね今はね年食ってナエトルが良くなってきた。何なんだろうねこれ。よし捕まえます、ビッパ、ビッパくん、一号ビッパ頼む。2、3、よし、きたー、初ビッパいただきました。さ君はねもう問答無用でパーティーに入ってもらいます。うん、新しく図鑑に登録、かわいい。みんなもっとほら見て、ビッパ丸ネズミポケモンダサい。ビッパにニックネームつけますか。つけようつけようつけよう、どうしようかな。よし、お前の名前ひとしな、よろしくな。ちなみに理由としては、あの一番目に手に入れたっていうのを忘れないためのひとしです。はい、よろしくお願いします。ちょっとビッパが、あーなんかいろいろある、ビッパが先頭になってない。よしよし、もうここからはすいません、ポッチャマはもういらないんで預けようかなと思うけど、ちょっと待ってね。いやかわいい、もうこの画面でもかわいい、てかポッチャマやっぱかわいい。え待って、えビッパよりポッチャマの方がかわいい。よし、ちょっととりあえずビッパ一体だと怖いんで、お金も減らしたくないし。あービッパ来た来た、えビッパー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 、いけ、ひとし体当たり、おほほほ、強い強い、ひとし強くない、うまいうまいうまい、お前体力調整が神。いいね、ビッパ鳴き声か、そっか、あれ丸くなるじゃなかった、鳴き声なんだ。オッケー、モンスターボール、よし、オッケー。記念すべき2号ですね、ビッパ捕まえました、ありがとうございます。ニックネームつけよう。まあ、ジローだよな。そりゃジローだよな、さすがに。2番目だからね。ジロー、いいね。じゃあ、どんどん捕まえます。あ、やば、間違えた。よそ見してた、倒しちゃった。ごめん、ビッパー。よし、まあ、久しぶりにムックルと出会ったんだけど、あのムックルはあの徹底的にあの滅していきます。はい、任せて、ムックルだけは許さない。お前俺より可愛いって言われやがって、お前許さないぞ。やれひとし、ファイアトルネード、ふん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 、ビッパの方が強い。よし、こんな感じで、とりあえずね、まだジローしか捕まえられてないんだけど、ちょっと頑張りたいと思います。あー、コリンク出てきやがった。お前この草むらの中でレアキャラで、まあ最も人気があるであろうコリンクめ、私が召してあげよう。じゃめっちゃ強い、もうねひとしの体当たりめっちゃ強いからね。うん、
よし。オッケー、5体手に入れました。で、最後の全然ビッパ出なくて6レベルになっちゃった人し、まあちょっとメンバー紹介していきますか。まず5人ね。とりあえずひとし、ナンバー1ひとし、ナンバー2ジロー、ナンバー3サンタ、全員攻撃上げなんだけど。ナンバー4シジミ、攻撃下げだ。ナンバー5ゴルゴ。こんな感じです。ちょっと偏りすごいけど、まあ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 誤差でしょう。こんな誤差でしょう。唯一ね、シジミが攻撃下げの特防上げってことでね、こいつだけ防御強いかなって感じなんだけど、まあもう厳選とかはしないっす。正直もう最初に出会ったこいつらがもう仲間であると思うので、こいつらでいきたいと思います。であと一枠なんだけど、あと一枠は実は、まあ、ちょっと、まあ、これから手に入れようとしてるんだけど、まあ、もちろんビッパでね、色違いを捕まえたいなと。やっぱ主人公って必要じゃん、ビッパ界でも。ビッパ界隈でもやっぱり主人公って必要だと思うから、やっぱこの並びいいな。これからちょっと色違いを捕まえるたびに、出ようと思います。探さないでください。それでは色違い見つかるまでカット。色違いは諦めようかなちょっと一旦諦めます、これは。うん、ちょっとまた今度ね。うん、いずれ仲間にしれっと加わってると思います。色違いのビッパをね、はい、捕まえて一体ね、もうエースとして働かせたいんですけど、まあまあまあ最初はいらないでしょ、うん、エースなんか。ということで今回はとりあえず、まあ、ビッパ5人捕まえました。あとひとし、ジロー、サンタ、シジミ、ゴルゴということでね、まあ、この5人と一緒に殿堂入りを目指して頑張っていけたらなと思いますそれではまた次回もよければ見ていてください。じゃあね。